私あのやはり三浦に来るとなんかこう落ち着くような感じがあります。これはあの三浦海岸駅のそばのお寿司屋さんに入りました。安かったんですけどめちゃくちゃうまかったということでありました。そして今日も海を見て綺麗な海があって、いやこれは本当に、ポテンシャルが大きいんじゃないかって私はいつもこちらに来ると思うところで思っております。ドイツでは地方選挙に負けてメルケル首相は自分の党の代表を去ることになりました。そして台湾も同じです。蔡英文総統がやはり地方選挙で負けて党のトップから降りることになりました。それだけ地域の選挙、地方の選挙は重要性があるということをこうしたことが物語っているわけでございます。どうか皆さんのお力をお借りしてしっかりとこの政治を前に進めて経済をちゃんと回していく、こうしたことをやらせていただきたいと思います。どうぞまたよろしくお願いします。